調布市ミニバス。調布市ミニバスは、東京都調布市のコミュニティバスである。愛称は、鬼太郎バス。2000年、平成12年3月21日に、最初の西路線が開業し、現在は、調布駅、飛田急駅、仙川駅を発着する3路線4ルートが、運行されている。京王バス東、調布営業所、小田急バス、狛江営業所が、運行受託している。 市内の公共交通不便地域の解消及び、高齢者など、交通弱者の社会参加促進を目的として運行される。調布市内を走る鉄道路線は、京王電鉄の京王線、京王相模原線のみである。調布市ミニバスとして、京王電鉄調布駅、日田急駅、千川駅の3駅を発着する路線が運行されている。調布駅及び、 日田急駅発着の路線は、京王バス東調布営業所、仙川駅発着の路線は、小田急バス、狛江営業所が運行受託している。最初に開業した西路線のみ、調布市と京王バス東の共同運営、京王バス東による運行である。その後開業した北路線、東路線は、各事業者が独自の運営、運行となっている。調布市内に、 長年在住し、名誉市民にも選ばれた漫画家、水木しげるの代表作、ゲゲゲのきたろのキャラクターが描かれた、一台ごとに色の異なる専用ラッピングバスで運行される。なお運用上の都合により、バス事業者の通常カラーの車両が使用されることもある。調布市ミニバスの車両に最初に、ゲゲゲのきたろラッピングが施されたのは2003年。 平成15年4月1日の東路線の開業時、小田急バス、小前営業所所属の D559 号車、三菱不走、エアロミディエム E であった。その後すべての路線に鬼太郎のラッピングが施され、愛称も鬼太郎バスとなった。2010年に調布市を舞台とするゲゲゲの女房がテレビドラマ化、映画化されたことを記念して、京王電鉄から、 ゲゲゲ記念ギップが発売された。これは、調布市内の京王線後駅、調布駅、布田駅、国領駅、芝崎駅、筒子が丘駅の入場券と、京王バスの貢献乗車券2枚をセットにしたもので、台紙には、水木しげるによる昔の調布駅、布田駅やゲゲゲの鬼太郎のイラストとともに、鬼太郎バスとして、調布市ミニバスの車両を、京王バス東、 調布営業所所属の L2 万408号車、昨デリエッセの写真が掲載された。ただしバス乗車券は、一般路線バスの人大地域、丘21、超34系統のもので、この記念乗車券で、調布市ミニバスに乗車することはできない。FC 東京のホームスタジアムである、味の素スタジアム、東京スタジアムが、調布市内に存在し、 西路線が、最寄り駅である日田急駅を発着するため、西路線を担当する、K、京王バス東、調布営業所の専用料には、サッカーボールを蹴る鬼太郎のイラストが描かれている。DSC には、鬼太郎も応援していますが生まれ FC 東京の文字もリアに書かれているが、ポンチョでは、ラッピングエリアが狭くなったため文字は省略されている。また、調布駅南口にある、 調布市文化会館多作り1階には、水木シュゲルの人物と調布を描いた作品などを紹介する、ゲゲゲギャラリー、入場無料が設けられているが、その一部にも調布市ミニバス、鬼太郎バスに関する展示がある。運賃は大人210円、パスもスイカが利用できる、IC カード運賃、IC カード大人206円。小児運賃は、半額、全線均一、前払い。 2010年10月31日までは、バス共通カードも利用可能だった。コミュニティバスではあるが、一般路線バス同様の運賃体系である。東京都シルバーパスでの乗車が可能。各種障害者、手帳、身体障害者、手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により、賃割引きあり、小児運賃と同額。 小田急バスの運行する東路線では小田急バス IC 定期券1日フリーパスが利用できる。京王バスの運行する西路線と北路線では京王バス金額式 IC 定期券もっとくパス IC 特内1日乗車券が利用できる。ただし西路線、北路線では紙式の京王バス全線1日フリー乗車券は利用できない。 京王バスグループの日野市ミニバス、玉市ミニバスと同様の扱い。調布駅南口から京王玉川駅を経て、市内西部の玉川地区と日田急駅を結ぶ。調布市ミニバスとして、最初に開業した路線。調布駅南口方向のみ、調布市役所停留所、市役所正面入り口前、調布市文化会館田作り前に停車する。調布駅南口発の最終便は、 地域福祉センター泊まりとなる。2007年、平成19年7月15日より、パスも、スイカの利用が可能になった。2017年、平成29年4月17日より、奇襲店が、日田急駅北口から南口へ変更された。日田急駅北口へは、京王線の踏切を渡る経路だったが、南口バスロータリー完成に伴い踏切越えのない。 経路取り、踏切近くの日田急駅入口停留所、調布駅南口方向のみ停車は廃止された。北路線、上野原循環と重なるルートを経て、調布駅から北上し、三鷹市との市境付近の都営新大寺住宅へ至る路線。調布駅北口発の最終便は、上野原小学校止まりとなる。東八道路場の都営新大寺住宅停留所には。 折り返しスペースがないため、都営新大寺住宅方向、諏訪神社高見前都営新大寺住宅、調布駅北口方向、都営新大寺住宅神大寺東町八丁目、諏訪神社で、経路が異なる。北路線の十36、三37系統は、調府駅北口の同じ停留所から、ほぼ交互に出発するダイヤが組まれている。いずれも、神大寺、 神代植物公園には停車しない。神代寺方面への一般路線バスと停留所を共用しており、三37系統の行き先表示が都営神代寺住宅であるため、ご乗車防止のため車内入り口の運賃箱付近に、このバスは神代寺、神代植物公園へ履きません。と、掲示がある。調布駅北口から京王線、芝崎駅、 すつが丘駅北側の上野原地区を循環する路線。上野原公園下上野原小学校芝崎2丁目、上野原公園下が循環経路となっている。暫定開業時の芝崎折り返しは駅の路線については、調布市ミニバス過去の路線を参照。千川駅から白百合女子大学緑ヶ丘団地を経由して、千川駅北部の緑ヶ丘地区を 右回り炎上に循環する路線。千川バスターミナル、小田急バス本社前は行きのみ経由する。地名は、調布市緑ヶ丘であり、毛の字が大きい、緑ヶ丘ではない。2007年、平成19年6月1日より、パスも、スイカの利用が可能になった。2014年、平成26年12月16日より、車両を、三菱不送。 エアロミディ ME の CNG 社から、日のポンチョに変更。それに合わせて、ダイヤ改正が行われ、CNG ガス補填のために設定されていた、千川駅カスや一丁目の路線が廃止されている。2007年、平成19年7月15日より、パスも、スイカの利用が可能になった。2012年、平成24年1月31日の、 北路線全線開業後も、調布駅北口、芝崎折りし芝の区間便は存続していたが、2012年9月30日に、上野原循環に、再編の上で廃止。三十七系統、都営新大寺住宅域は、芝崎折りし芝を経由しないルートとされた。三十六系統の上野原循環への再編に、伴い、芝崎折りし芝停留所は廃止された。 芝崎折り返し場は、原山通り入り口停留所の付近、芝崎駅より徒歩10分程度の場所に存在していた。折り返し場廃止後、跡地は、セブンイレブン調布芝崎2丁目手及び、店舗の駐車場となっている。ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターが描かれた、1台ずつ色の異なる専用ラッピング、または、バス事業者の通常カラーの小型車で運行される。 2000年の開業当初は、まだ、鬼太郎ラッピングの専用車は存在せず、京王電鉄バスグループ通常カラーの車両が使用されていた。最初の西路線が開業した2000年、京王バス東、長府営業所に、日の DS3 台が新車導入された。この車両は、京王バスカラー、京王バス市外車系の白地に青塗装であった。 開業時導入の初代車両は全車除籍され現存しない。それに追加して、京王電鉄バス、当時府中営業所から2台転属した2002年式のリエッセが使用された時期もあった。この2台は、日野市ミニバスと同じ京王電鉄ミニバスカラー、白地に3色の模様、京王百貨店の鳩の包装紙をアレンジしたデザインであった。 2004年に KO バスカラーのリエッセを3台、新車導入したため、KO 電鉄ミニバスカラーの車両は他の営業所へ再度転出した、2台とも末期は、KO バス中央、府中営業所へ里帰りして除席。これら KO バスグループ通常カラーのリエッセは、調布市ミニバス専用車ではなく、千川駅、成城学園前駅を発着する、市政会、第二病院の無料送迎バス。 当時は、調布営業所が担当。その後、京王バスは撤退。現在は、武州交通工業が運行など、他の用途に使用されることもあった。2003年の東路線開業時に小田急バスが参入し、調布市ミニバス発の専用車として、三菱不走、エアロミディ ME、CNG 車が、狛江営業所に導入された。初めて、 鬼太郎ラッピングが施されたのはこの車両である、小田急バス D559 号車、銀色。小田急バスカラーのエアロミィ m e CNG 車が代用される場合もあった。2006年の北路線暫定開業時、KO バスにも専用車として、DSCNG 車、KO バス東、L2623 号車、黄色が導入された。同時期に、 それまで使用されていた KO バスカラーのリエッセ2代目2004年式3台にも各色の鬼太郎ラッピングが施された。また3台のうち1台は CNG 車に後付けで改造された KO バス東 L2408 号車、ノーモモ色。2012年に北路線の全線開業に合わせ調布市ミニバス専用車としては 初の日のポンチョが導入された京王バス東 L21201 号車薄桃色。2014年12月16日東路線にポンチョが新車導入。小田急バスの専用車は新デザインとなり従来の車両とは絵柄が変更され、車内にも鬼太郎の装飾が施された小田急バス D164 号車ラッピングジーロは能力。 これにより CNG 車は代替され、エアロミディ ME での運行は終了した。その後も CNG 車両の代替は続き、京王バスの担当する北路線、西路線でも2016年に調布営業所在籍のリエッセ CNG 車2台が除籍。同年その代替として2004年式のリエッセが1台、京王電鉄バス桜ヶ丘営業所より転属して使用されている。 日野市ミニバスで使われていた、京王電鉄ミニバスカラーの車両。2016年をもって、調布市ミニバスにおける、CNG 車の運行は終了した。鬼太郎ラッピングのリエッセ CNG 車が2台、除籍された後、北路線、西路線では、通常の京王バスカラーのポンチョが運用につくことも多くなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。